皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。今回はブランチマイニングやってダイヤを見つけていきたいと思います。壊れた時用の鉄、あと木材でしょ、石炭も一応持っておく。こんなもんでいいかな。あ、そうだ、でここねすぐに落ちてしまうのでトラップドアを作って、ちょっと浮くんですけど、こんな感じで蓋をしておきたいと思います。寝る時間ですね。では早速下に降りていきましょう。そうなんですよ、この辺ねちょっとブランチマイニング場っぽく裏でサトウキビの成長を待ってる間掘ったんですけど、今回はこっちのね端っこまでちょっと綺麗にね、なんか水の音もしてる、うわゾンビの音もしてる、こっちのね端っこまで進めていきたいと思います。そしたら U ターンして帰ってこよう。うわ水の音してんな、なんかいいものが出てきてくれればいいんだけど何も出てこないな。あるの丸石ゲットできるぐらいあ待って、あなんか穴ぼこがあるな。ちょっと待って、ここはただの洞窟、なんかあそこに道はあるけど、ちょっと降りてみるか。お、誰もいない。あ、レッドストーンある、よし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 、もらってこうレッドストーン。この感じでダイヤとか出てきてくんないかな。ないですね。一応道はつないでおいて、よし、でこっちにどんどんねまた掘り進めていきます。お、レッドストーン、またレッドストーンだ。あれ、お水の流れる音するけれどもぶつかりはしないって感じだね。あ、なんか出てきた、あ黒い硬いやつだ。これね鉄のつるはしめちゃめちゃねやりにくいからあんま好きじゃないしかも怖い、変にさ威圧感のある石だよねこれ。お、いいね、やばい、ツルハシもそろそろ1本がなくなりそうな感じだ。待って、ツルハシ作っとこう。こっち行ってみよう、地図いろんなところ、あっびっくりした、穴開けすぎかなまあそんな感じで、うわ壊れた、びっくり。なんか上歩く音してるからもしかしたら、お、レッドストーン、洞窟つながるかな。ちょっと今回はね洞窟行くんじゃなくて真面目にダイヤを探したいんだけど、そうもいかなさそうかな。お、金が出てきた、やっと金が出てきたよ。あ、しかもレッドストーンもやっとやっとだー、ってかめちゃめちゃ金あるじゃんここ、嬉しいな。こうしといて、で埋めないでいいや、どんどんね石も集めていこうと思います。じゃあ次さ何か作ろうかな、装置的なやつ。あ違うわ、装置を作るんであればネザーに行かなきゃいけないですね。ネザーに次行きましょうか。どんなとこに出んだろうな、あれかな、ソウルサンドバレーだっけ、なんかそういうところにねあんまり行ったことがないので、ガストがめっちゃ湧くとこだっけに行ってみたいな。でさ青いランタンの青い光バージョン、あれもね作ってみたいんですよね。まだ一回も作ったことないから超楽しみ、ネザー行くの。でも行くためにはちょっとね装備が不安って感じかな。本当に何も出てこない、どうしようダイヤは一向に出てこないね。ダイヤが一番欲しいのに、欲しいって思うから出てきてくんないのかな。とりあえずね手荷物がいっぱいになったら折り返すっていうか帰ろうかなとは思っております。荷物いっぱいになる前でには一回はダイヤ欲しいね。ダイヤ運がない、だって新しいテクスチャーになってからのダイヤ一回もまだ見てないんですよ。早く見たいじゃんね。あ、やばい、鉄のツルハシがまた、石炭がやっと出てきた石炭ね前回の松林のところで結構ね使ってしまったので、ここで補充しておきたいんだよね。それプラスダイヤ何度も言うけどダイヤ、ダイヤが欲しい。あ、壊れちゃった、ちょっとね、いやー荷物がだいぶ増えてきたな。うわー、ここにねダイヤがあれば鉱石コンプリートみたいなもんなのにねダイヤだけ綺麗にないからね、ちょっとこれもね今から回収していきたいと思います。ここでレッドストーンをブロックにして、うわ金の、待って、何、原石ってブロックになるの、え、すごいねこんなこともできるんだ。いやでもこれブロックにしたら逆に邪魔じゃないか。え、待って、これをさ解体することってできるんだ、なるほど、じゃあしておきましょう多分解体しておいた方がいい、これはブロックにしたら解体できないもんね。
あーすごいね。ってことでちょっともうちょっといけるかな、もうちょっと進みましょう。うわめちゃめちゃ右からさ溶岩の音がする。これもうそろそろぶち当たるとかある、もしかして。ぶち当たった。しかもこれさ下に流れてるかな、どうなってんだろう、ちょっと気にならん。あ警告かなんかだな多分。大丈夫そう。うわ警告じゃん、しかも結構いいよこれ。うわあ銅鉱石、うわーこれ超危ないな、やだあそこの奥行きたくない。めっちゃでっけえ渓谷に出たんだけど、ちょっと怖すぎ。ここはまだ明るいから何も湧いてないとかかな。うわーめっちゃマグマやばすぎ、閉じとこう。大丈夫なように閉じときます。あっちは、うわーいっぱい鉱石があってすごいな、ここ渓谷奥まで続いてる、水もね上から流れてるしマグマも流れてるし、また今度来ようか、来れたら。ハハ対価のポーションが取れてから来ましょう。怖すぎ。よしじゃあここはマグマのカーテンで守ってもらいましょう。どうしようこの一列さ、また掘ってもさ何も出てきてくれなかったんだけど。じゃあ一旦上に行って荷物を置きに行きましょう。荷物もパンパンになっちゃった。モンスター何も開いてないといいけど。ではいらないものを一通り入れていってラストもう一列ぐらい掘って出よっかな。ちょっとどっか掘りたいな。前回こっちのまっすぐ行ったんだよね。そっかこうなってんのか。どうしよう、じゃあこの裏側行ってみる、ここら辺。めちゃめちゃ微妙なラインなんですけれども、柱の裏側に行きましょう。もういろんなところ掘っていかないともうダイヤ出てこない気がする。ダイヤのために。あでもさここ速攻レッドストーン出てきてるから幸先いいかもしれないよ。石炭が出てきた、石炭が出てきた、やっと。やっと石炭。もう全然何にもないからどうしようかと思ってずっと無言だったんですけど、やっとレッドストーンの次に石炭が出てきてくれました。壊れた。ラピスラズリも欲しいよね。ラピスラズリくらい出てきて欲しいんだけど。おいいですね、ここには石炭とまた鉄だ。うわ鉄の裏にまた石炭がつながってる。これ結構つながってるパターンかな。どんどん上登ってきちゃってるけど平気？ほら結構上登ってきちゃってる。ダイヤモンド、ダイヤモンドが見つかった。やった上まで掘ってきてよかった、マジで最高、石炭最高。この石炭ちょっとね取らなければこのダイヤモンドにはありつけなかったよ、びっくりした。ちょっとさこれ周りを掘ってみます。もしかして1個ぼっちじゃないよね。うわレッドストーンもある。ぼっちじゃないよね、下には続いてるよねきっと。斜めとか斜め下、下はある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 、やった、あ斜め下にある。ちょっと待って、ちょっと待って、これはいいんじゃないの、やっとこれはテンション上がってきたよ。この下あれかな、ないかな、大丈夫。おちょっと待って、めっちゃこ鉱石の集まってんじゃん。ライトアップしとこう。でライトアップしてこの辺掘り出そう。ということでダイヤモンドが3つ出てきてくれました。多分ねこれがサムネになってると思う。めちゃめちゃ嬉しい、ダイヤモンド3つもずっと出てきてくれなかったので本当にちょっとこの時だけは地図外すわ。では行きます。1個目、2個目、3個目、いいね全部回収しよう。1,2,3 って感じ。あ進捗達成、ダイヤモンドいいですね。であとは普通にこの鉄と石炭とレッドストーンを持って帰るというね。よかった、これねダイヤモンド見つけるまで終わんのやめようって思ってたので、正直ね最後の1本と5つどん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 進んでいこうと思ってたから、よかった安心した。すごいね石炭ってさ結構広くつながってる分こういう風にね見つけてくれることも多いので、見つけたら掘り返そう石炭は。ってことで帰りましょう。あこの上ら辺に多分空洞があるっぽいね。
はい、ということでブランチマイニング場から戻ってきたんですけれども、無事にダイヤ3つゲットすることができました。特に大きなハプニングもなく戻ってこれたので、ちょっとね動画的には結構早送りしたりとか短い感じになっているとは思うんですけれども、次回ダイヤのツルハシを作って黒曜石を回収して、後ろに見えているあのネザーゲートを開通してゲートくぐってみたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。